純粋に見てみると堀口選手は穴がめちゃめちゃ多いんで、堀口選手の全ての攻撃とフェイントに対して顔一つで避けるテクニックをつけること、あのフェイントに対して大きなリアクションしかできないからみんな翻弄されちゃうし、堀口選手の攻撃全て右でいいと思うんですよね。俺顔一個だけずらした左フックか右ストレートしかないんで、相手があと絶対に倒れるよね、頭が簡単すぎる、顔一つだけずらしたクロスカウンターどっちでも当たるんで、まあ、あと攻撃した時に最後右に避ける癖があるんで左の飛び膝が入る。